川端選手がそこにあったんですからね。そっちが異常なんですか。走ったセーフだ。盗塁成功です。リクエスト。正面から当たっていましたが、リプレイ検証になります。まあ、送球がワンバウンドになりましたので、はい、まあ、京田選手よく取りましたけれども、もうワンバウンド取ってやっぱりグラブって上がるんですよね、はいはい、その間に足が入ってる気はします。うん、で上がってますね。その間にすぐタッチができてるわけじゃないんですよね、はい、あ、いや足つけてないですね。まあ、ただこれどうなんですかね。そもそもがその走塁に対してブロックになっちゃって、完全にブロックになっちゃってますからね、はいはいはい、まあ、コリジョンルールというものが、ね、セカンドもコリジョンルールと呼んでいいんですかね。そうですよね、そのベースを防いではいけない、はい、だからそれがある以上、どうなんでしょうかね、まあ、この辺りはアンパイアの方たちの判断になりますかね、はい、そのワンバウンドを取った後っていうところも含めてのタイミングだけならセーフですよね、はい、これ。そうですね、ただこの塞いでしまっている、はいはい、塞いじゃったことがどうなのか、はい、もう完全にベースの前にいますもんね、はい、あれじゃ足つけないですもんね。セカンドでのコリジョンというルールもあるんですけども、はいはい、まあ、基本的にはあのゲッツを崩すためのああいうのがダメとかもあるんですけども、はい、逆にね、はい、守備側がブロックもダメですよね。そうですね、同時にそういうルールできましたよね、うん、確かね。守備妨害の方はまず先に入ってるんですけども、今のなんかだったら、まあ、不可抗力なのかもしれませんけれども、完全にベースを塞ぎましたからね、それがどう判断されるかですね。あそこに京田選手がいなければ間違いなくセーフのタイミングで、そうですね、ちょっとですか、時間かかってますね。もう明らかにそのタイミングはアウトというか、その足入れられてないので、はい、アウトなんですけども、それに対しての現行多分コリジョンの細かいところだとは思うんですよね、はい、要はあのダブルプレーの時とかっていうのはまあ崩しに行ったりしたら分かりやすいんですけど、はい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 、こういう時どうする、盗塁とかですよね、盗塁の場合とか、うん、でもこれがアウトになっちゃうと、はい、まあ、体張ってブロックすればアウト取れるっていうことねっていうことにもなりかねないですからね。そうですね、確かに、はいはい、マイクで説明があるということはコリジョン絡みですね。三塁塁審の敷田です。セカンドベースのところで走者と野手が接触していますが妨害とはいたしません。よってアウト、プレーを再開します。ならないという説明ですね。やっぱり盗塁だったりするとコリジョンが起用ないんです、ね、それが今岡田監督はそこが今ちょっと妨害ではないという判断をしたということですけれども、うん、まあ、これね、これを認めてしまうと、はいはい、この先こういう展開で走ってきた時にブロックする選手出てきますよ。あ、まあ、そうですね、はい、例えばボールがまだ来てなくても、はい、ブロック先にしちゃってからボール取って、
そう、もちろん怪我のリスク、それだと怪我のリスクが出てくる、怪我のリスクありますし、こううまくやる演技力が必要になってきますけども、そうですよね、そういう選手出てきちゃいますよ、これ政府にして、あの OK にしちゃうと怪我のリスクをなくすためのコリジョンルールですから、そうですそうです、そうですよね、先にブロックになっちゃうんですよね、はい、あの確かにあまりこういうシチュエーションってこれはちょっとコリジョンルールとしてあれを定めた以上、はい、野手を守るというルールを定めた以上、そこに平等性がないといけないわけですから、ね、あれをやられたらだってランナーって絶対セーフになれないんですよ、うん、だからやっぱりあれはちょっとダメだな気がしますけれどもね、あれランナーが例えば、まあ、盗塁の時じゃないんですけど、例えばダブルプレーとかであそこのベースを踏んでいる野手の足を蹴りに行ったらもう確実にダメだ、はい、それはもう確実にダメです、逆 の、 その要は野手側がその走ってきている人をああやってブロックするのは良しとなっちゃうってことですよね、そういうことです、で、あれが今セカンドで起こってますけど、ホームで起こったことがよくありますよね、はいはい、ホームで起こった時にそういう同じような判断をするかって言ったら意外としないですよね、そうですね、ホームの場合はもっとね、はい、明確にこういうブロックしたっていう風に言われちゃいますよ ね、 すね、はいはい、だったら今のもダメなんじゃないかと思いますけどね、岡田監督もそのあたりのことを言ってるんではないかと思いますけどね、はい、検証の結果はアウトということになったんですけども、そこに対しての岡田監督、まあ、映像ではね見えてますから今どういう状況かというのはもうみんな分かってるわけですからね、はい、それがそういうジャッジだったのかということに対しての今は、はい、にはなっています、その審判団の判断に対する抗議ですよね、うん、そうですね、そういう判断しちゃいかんということだと思うんですよね、はい、やっぱりあれ認められちゃうと、うん、さっきも言った通り、そうですね、ブロックブロックします、先に体入れちゃえばもう、はい、ボールが後から来たとしても、はい、止めちゃいます、あの、はい、ベースにタッチをしなければいけないというルールがある以上は、うん、そうです、はい、体でまず止められちゃって、はい、慌ててこうタッチに行った時に多分ね、あの、はい、先に体でもボールでタッチされてしまえばアウトになってしまいますので、あれじゃだってランナーがベースに到達しようがないですもんね、まあ、そうですね、なかなかこういうケースがなかったなという、はい、こともありますよね、はい、まあセカンドでのルールも決めましょうってなって、うん、はい、分かりましたでスタートしてから、はい、初めてぐらいじゃないですか、いや、そうですね、はい、少し長い間
監督がこういう表情でなかなか引かないということは、うん、まあ、納得させられるだけの説明ができてないと思いますね。もしかしたらじゃあ違うジャッジになる可能性あるのかどうかということも含めてですからね、はい、そういうことですね、はい、あのこの球場で今のプレーがああいうふうにアウトになったんだから他の球場で起こった時も全部アウトにしなければいけないと思うんですよね、そうですね、取り決めに今なってしまった、はい、だからそれでいいのかどうかというところですよね、はい、